ーの辛坊治郎氏、66、が7日、自身がパーソナリティを務める日本放送のラジオ番組、辛坊治郎、ズームそこまで言うか、で、総務省の内部文書で揺れる高市、早苗経済安全保障担当相について言及した。立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した放送法の政治的公平に関する文書について、松本剛明総務省は7日、すべて総務省の行政文書であると認めた。当時総務省だった高市氏は、この文書を捏造だと断言。自身に関する記述が事実なら議員、辞職する意向を示していた。高市氏は7日、文書は不正確だと確信を持っていると強調。文書は捏造との認識に変わりはないとし、閣僚辞任や議員辞職を迫るのであれば、小西氏に立証責任があるとの考えを示した。辛坊氏は、本物の文書は、総務省が本物だと認めない限りは永遠に、水かけ論で終わるわけです。おそらく高市さんとしては若干、高くくっていたところがあって、本物ならやめるみたいなところまでいったけれども、本物だということが証明されるということはないだろうと、踏んでただろうと思うと指摘した。だが、今回は、すべて総務省の行政文書で、あることを、松本総務省が認めてしまった。辛坊氏は、こっから先、高市さんの答弁としては、文書は本物。だけど、中身に関しては、私はそんなことは言ってないと。だとすると、かなり問題なのは、当時大臣だった高市さんが言ってもいないことが内部文書で作成されて、それが省庁でみんなで共有してたっていうことは、それって問題じゃないの?と疑問を呈した。